それでは行列の演算を定義していきましょう。行列の演算はベクトルの場合と同様に足し算に関しては等価とか足し算に関してはベクトル,とベクトルの場合と同様です。例えば等しいというのは型サイズですねが一致していてかつ各成分が等しい。それから加減に関しては型が等しいとき。 ベクトルの場合もですね N 字ベクトルと M 字ベクトルで N と M が違うときには足し算引き算はできないわけですが型が等しいときに A++M というのは各成分の足し算引き算で定義されるわけですね。スカラ倍も同様で A というののスカラ倍は各成分をスカラ倍したものとなります。 ここでですね行列の間には実は実が定義されます。ベクトルの場合は全てまあ言ってみれば同じ型なわけですけれども行列の場合には例えば 3×2 行列とか 5×4 行列とか 2×3 行列であるとか 4×7 行列であるとかいろいろあるわけですねそうすると実はこの行列の積というのが定義できるんですけれどもいつ定義されるどう定義されるのかということを見てみましょう まず行列の積の基本は何かというと例で言うとですね行ベクトル123と列ベクトル2-15の積というのは基本になりますこれは123と4-15の積というのは第一成分の1とこっちらの4-15の第一成分の4ですねをかけたもの2と -1 をかけたもの3と5をかけたものこれをかけて足すと これが基本になります。つまり行ベクトルと列ベクトル、同じサイズ、同じ要素の数の行ベクトルと列ベクトルの積はこのようなスカラーになるわけですね。このように対応する成分、第1成分、第2成分、N 字だとすれば第 N 成分までをお互いかけて足すと。ちょうど内積と同じですね。 内積は逆にこのように後で定義します。点値を使って積で表すことも逆に言うとできるわけですね。これは線形代数において非常に基本となる重要な性質である線形性を反映した積になります。式で一般に書くとこのようになるわけですね。 では行列の積は一般にはどうなるかというとまず A と B の2つの行列があってその A の列数と B の行数が同じ場合に限り定義されますそして AB という行列の積はその IJ 成分が A の第 I 行と B の第 J 列の積となります先ほど行と列の定義をしましたけれども i 行は、a の i 行は、a の列数と b の行数が等しいですから、i 行は、a の列数の要素の並んだ行ベクトルで、b の第 j 列は、b の行数が並んだ縦の列ベクトルとなりますから、この二つは、積が定義できるわけですね。すなわち、a の大 i 行ベクトル a、 上付きにしておきますが、i と b の大 J 列ベクトル下付き BJ ですね、えー。とするときに、ab をかけたときの ij 成分は、a の上付き i と b の下付き j、えー、a の大 i 行と b の大 J 列をかけたもの。これが行列の積になります。えー、具体的に例で見ると、312と4-10、357という行列。 これは、まあえー、右側の方はですね1、えー、列だけですので、えーまあ、実質数ベクトルになってるわけですが、えー、この積はですね、えー、ですから 2×3 と 3×1 の行列と行列の積になるわけですが 3×31×52×7 と 4×3-1×50×7 で、まあ、計算するとこういうふうになるわけですね。 で、このように2、2×3 行列と 3×1 行列をかけた結果は2、2×1 行列になります。すなわち、行列のサイズで列、左側の列数と右側の行数が一致して、そこの部分をこうかけて、お互いに対応する部分をかけて足すことによって2、2×1 の行列ができるという構造ですね。はい。もう一つ例をやっておきましょう。 この場合は 1×-1 と -1×1。2×-1 と 3×1 が21成分。13成分は 1×5 と -1×1 で、23成分は 2×5 と 3×1 と。まあ、このようになるわけですね。はい。まあ、ちょっと色分けして表示するとこういう感じになります。